はい、マシニストやります。挨拶は前回やったから。サードポップゴーサンドザマシニ。あ、ごめん、ちょ待って、これの状態で、まあまあ、いっか、バックアップ取ろうかなと思ったけど、いらない。はい。イエス。おお、あ、なに、このまんま始まるの？なんかもうこの続きみたいな感じなのかな ?You need to speak to Sarah. あ、またサラ ?OK, she's in the garden.It's sugars. え？北の森。え？門が閉まってる。この森から判断すると、訪れるべき兆候は全くなく、花は回復し、準備が整った時期である。何の話？しかし、まだ入るには安全ではありません。次回にしましょう。まあ、次回ってことは、まだ行く予定があるんだな。あ、何これ。コインじゃない。また新しい要素出てきたよ。ホーク。え、ホークなんかいなかったわ。How are you feeling? Sorry.If I had you when things were, you know, bad. まあ、サラの話聞こうか。どうしたこれ。穴がある。セーブができない体になってしまった。ポップゴーズ、ポップゴーズ、ああ、あなたがここにいてくれて本当によかった。これを見て、マノラはいなくなった。そうだよね、ここにマノラがいて、休憩できたはずなんだけど。誰か、あるいは何かが、ここの庭に大きな穴を埋めたんです。開けたかな？そして、どうやらマノラも連れ去られたようです。へぇ。あなたが世界を救ったのは1ヶ月前って感じかな。でも、別の仕事も引き受けてもらえますか？あなたほど勇敢な人を私は知りませんし、あなたがそこにいるかどうかもわかりません。下に行って何か手がかりがないか探してもらえますか？これ僕に言ってんの。エクスプローザー警備員ザガーデンイン。まあ、世界を救えと言われたら救うのがゲーマーの役目でしょう。行きます。わぁ。あ、またなんかエメラルドっぽいのある。え？Right on cue, the whistle has arrived. Time to have some fun. 青と黄色と赤の動線がある。This, te, あ、ごめん、飛ばした、やべ。I'll need to walk more carefully when I'm underground. なんか足遅くなった。あれ？もしかしてステータス弱くなってる？足遅くね、ほら。これ ?3 キーカード、スキャナーズ。ブランデッドウィズ3ファミリアカラーズ。I should try to find kickers that would fit with them. ん？トゥーサラ？あ、まあ、サラにもう一回聞きに行くか。戻れんの？すげえ、戻れた。UFO かよ。ポップコーズ、あそこに何があったの？あそこは大丈夫？安全？何？カードスキャナーが3台。洞窟の中？楽しんでいる声が聞こえた？まるでホラー映画みたいだね。スキャナーは黄色赤青だった。なるほど。それは役に立ちます。まずどこをチェックすればいいか分かってると思うわ、ポップゴーズ。森？もしかして。Find a key card in the West Forest。まあまあまあ、そうだよね。え、また、チカちゃんとか出てくるのかな？あ、あるあるある。これ。あ、待って、なんか敵出てくる。誰？ラスティーストーン？ストーン？ストーン？お前か？フック。なんか BGM も変わったね。55。痛えな、お前。オーバーキル。え？何オーバーキルって。え？なんか新しい要素追加されてる。スクラップ。あ、これスクラップなんだ。4。1個増えた。スクラップこれさ、絶対森の中に隠れてるよね。ペンキあるんだけど。オレンジペイント。え？ペンキまだあんの？あ、チップは、どうなってんのこれ。私の店で使うためにスクラップ金属を集めようとしている人へ。ロボットを破壊する際に与えるダメージが大きければ大きいほど、オーバーキルのことか。より多くのスクラップ金属が落ちるでしょう。あ、なるほど。ギリギリまで普通に削ってオーバーキルで大ダメージ与えればいいのか。ロボットの体力を可能な限りゼロに近づけてください。それなら破壊しろ、全力で。まあ、スクラップも集めながら行ってみようか。あ、変わってる。ブレイクになってる。スミス。おー、マックス HP ある。コスト4だって。クローシャーペン？これで爪が尖れて、ホリーの店でカエル以上の攻撃力を得ることができる。戦闘中にこれを発動すると、敵が攻撃した場合の敵のシールドが完全に破壊されます。あ、まだいらないっぽくね。アビリティリチャージ。微妙じゃないこれ。
ターンを消費することなく全ての特殊能力を即座に再充電します。これいらなさそうだな。まあ、やっぱ体力かな。体力か攻撃力か。あ、モンスター図鑑見てみよう。増えてるかもしんない。あ、ベスティアリーインデックス、何それ。あ、これが図鑑インデックス。あ、やっぱ増えてる。星3、星 3？ え、なんでいきなりここから解放されたの。あ、でもスポーン 20% か。一番強い敵が出てきたってことかな、この森で出てくる敵の中で。お、ラスティーポップコース。あ、これあれだ、ポップコースたちのなんかパチモン作られてるんだ。お、ペンキまたあった。え、シルバーペイントボット。あ、え、これ何、もしかして今の敵。やっちゃった、騙されたわ。お、 You found シルバーペイント。ああ、もらえたわ。んー、たまにペイントがその敵として襲ってくることがあるのか。あ、トロフィーインディカ。まあ、確かにこのゲーム金が余りすぎるんだよね。すごい、お金が多すぎて使えないときはこういうのがいつもあるんだよね。コスト995円ってマックスなんだよな、このゲームの。あ、誰だっけ、キャット。これらの木から果実が取れるなら登らなければいけません。つまり木に登らないといけない、もしくは何かを木に強く投げつけないといけない。とにかくジャンプして、お、あ、とにかくジャンプすればいいって聞いたよ。大きくジャンプして、そしてドカンとフルーツが出てくるんだ。それは本当ですか、マジですか、それとも友達がいたずらしてたんですか。え、どういうこと、もっと果物を集められる可能性があるってこと。これも敵かよ、ラスティースクラップボット。え、強いよ火力。5個もらった。敵によっても変わるのかな。オーバーキル ×2、 これで報酬で、あ、2個もらえる。んー、で、お前誰、ビーバーだ。 Now this This is a log。 え、終わり。オーバーキル3だ。相手の会心反射したらこうなった。なんかノイズ走ってんだけどサフロン。Hey, Pop Gods。あれはどこだ？チキン。チカちゃんはどこだっつってるわ。まあ、気をつけて。どうやら、あ、誰かが動いたみたいに見えるわ。誰がいるんだろうな。古い木製の看板はこのものに完全に置き換えられました。私の部屋の机の上にあるニューデバイスのようです。しばらく前にこの地域を占領した地下がどういうわけか復活したという警告です。ただしさらに強力になって。なるほどな、3戦目か、行こう。え、この人、お前はウッドピッカー、キツツキだ。まあ、これいたね、マイポップコーズに。申し訳ありませんがポップコーズ、通すことはできません。私たちは森林を復元しており、それは危険な作業です。キツツキってどっちかというと森林破壊する生き物だと思うけど。でもね、言っておきたいんだけど、マノラはきっとそのオレンジ色の服が気に入るはず。あ、この、え、何この僕の服？ちょうどじゃん。ちょうどオレンジ色の服着てたわ。宝箱。またお前かよ。Welcome back, Pop Gods. It's about time we get things started. You can call me the Machinist. The Machinist. あ、お前の名前がマシニスト。When the king needed his crazy death lasers built. 彼は私がそれらを実現できる唯一のオペレーターだと言いました。うん。そしてちょっとした取引がありました。地下で何をしても構わないというなら、レーザーを作ることに同意した。そして私たちはここにいると。王は死にました。そしてあなたは今自分がその仕事をしたのを目撃しています。え、どういうこと？フルーツ。いらねえ、今更。じゃあ早速この線路の下行ってみましょうか。要注意マーク出てんな。あ、まあでもあそこジャンプで行けるな。あ、地下でも出てくる敵。あ、チャージとラスティーポップゴーズ。え、チャージされた。こわ。ブロックするか、一応。33。あ、火力アップしたの。シールド？フックが効かない的な？なんだこれ。あ、治った。じゃあ行ってみましょう、この先。普通にダンジョンになってる。防犯カメラあるな、あそこに。これ。あ、めっちゃ見てる。追ってる追ってる。で、上これあるでしょ、道。あったあったあった。シールド、ピーサー、ユーファウンド。あ、これアイテムか。
はいはいはい。この先は ?This barricade is too tough to break. ダメか。But I can wear here something on the other side. お、あるじゃん、アイテム。トロッコは使えないね。宝箱。またジャンプで行けるところもある。え、ミミックか。チャージとラスティ。めっちゃ体力高い。やべえ、これどうしよう。おお。え、こん中入んの?またボニーとか出てこないでしょうね。あ、このままエンカウントするんだ。ラスティ1か。プライムデリクテ、ディアクディレクティブ?デストロイポップゴーズザウィーゼル。あ、第1命令。ポップゴーズザイたちを破壊せよ。ローディングアビリティ。ジャンプアビリティレアディ。じゃあ3ターンごとに、3ターンごとにジャンプしてくんのかな?まあ、まずい、いや、まず、攻撃アップ。これ使います。チャージしてきたんでジャンプします。で、1ターン2ターン、え、次多分ジャンプだから、アイテムでシールド貼っとくか。ミス。あれ?ジャンプじゃないのかな?うわー、かわされた。めんどくせえ。フックなくなっちゃった。パンチ。45。シールド。まあ、ジャンプするか。えっ。で、これシールドだから、シールド貼ってるときは攻撃通らないんですよ。まあ、このアイテム使えばいいんだけど、まあ、別に今そんな急ぐターンじゃないので、ブロックしましょう。ディグもしようか。OK、ディフェンスプラス出た。でもう一回ディフェンス。いや、ジャンプしてかわしてシールドが解けると。相手のシールドは3ターンで解けます。ジャンプしないで。まあ、これあれだな。多分攻撃でジャンプを吐かせてから次のターンフックで殴ると当たる。よし。いいね。ディレクティブ・ファイレット。まあ、任務失敗かな。よし。ふう。復活の地下撃破。キーカード。こうやって集めていくのね。まあ、序盤と一緒だね。デッドフォレストの。Nice work. You are one step closer to saying. Your girlfriend or whoever this is. Girlfriend? 誰?ま、マドラのこともしかして。マドラは一方的にポップゴーズのこと好きなだけだけど、私の機会があまりに、あなたにとってあまり面倒なものではないことを願っています。ところで、それは嘘です。え?トラブルを増やして実は今話している間にもアンプを回しているんだ。To Sarah in the Garden. これさ、デッドフォレストと同じように金色のギルデッドモンスターいるのかな?